リュヒョン人ンがメジャーリーグイコールシカゴホワイトソックスの関心を受けている。シカゴトリビューンは10日ホワイトソックスがリュヒョン人ンをはじめ、マディソン・バンガーナ、ダラス・カイケルなどを中止していると伝えた。シカゴトリビューンは、現在の状況でホワイトソックスは格下のリュヒョン人ン、バンガーナ、カイケルを獲得対象と見ていると説明した。 同メディアによるとホワイトソックスはウィーラーにフィラデルフィアフィリーズが提示した契約金よりも多い金額を提示したが断られたという。シカゴトリビューンはリュヒョン人ンの負傷へとメジャーリーグの成績を詳しく説明しながら、最近獲得した補修ヤズマニグランダルとすでにドジャースで息を合わせていたという点は肯定的と評価した。